はい、こんにちは。ゾクッとすることが意外にこれが好きな相沢です。まあもうこのチャンネルでは何度も言ってますが、私は球が好きなんですよ。球がもうね、球偏愛と言っていいくらい好きで、いろんな球をお見せしますが、今日のメインの球は9は9でもこの世で一番気持ちの悪い球、これをご覧いただきます。はい、何しろ球が好きね。まあ球のこれパズルですね、みんなね。これとこれはまあルービック系というかね、ルービックキューブと同じようにこう動かして、まあ柄を揃えるという、これかなり難しいね。でこれは、パカッとこう外す、どっか外すところがあって多層になってます。でこれは、4色問題の、パズルですね。色を隣り合わせないというね、ここが隣り合ってますから、これはまあ解いたとは言えないという状態。まあこんな感じで、Q が好きでね、あ、Q ちゃんここにいますね。はい、今日ご紹介するメインは、このサブたちに申し訳ないくらいのインパクトね。この世で最も気持ちの悪い球、球が好きなのにね、こんな気持ち悪い球があるのかっていうくらいのね、球を、ご覧いただきましょう。これです、自然物です。球形にしたのは、人間の加工ですが、はい、こういうものです。はい、わかりますか、これね。はい、この気持ちの悪さね、すごいこのインパクト。実はですね、この球はね、球として私は保管をしてます。で球としてのインパクトがもうあまりにも強いために、まあこれだけを保管してるんですけども、実は、この下に亀がいましてね、輪っぱがついていて、紐を、亀の引き車で、この亀を引くと、この輪っぱがこれ球と接してまして、これがくるくる回るというものだったんですけども、もうねこれ見た瞬間に亀いらねえって思いましたね。でこれだけを今私はリスペクトして、この存在感、これ木の根っこなんですよ。自然物の中にはね、こんなにこの穴一つ一つの穴は、これ水を吸い上げる穴かな。でこの辺はほぼフェルト状態、ふかふかの部分もあれば、不思議な木の根っこ、この玉ですね。ということで本日、はい、この世で最も気持ちの悪い球、ご紹介いたしました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。